はい、えー、823GTH さん、こんにちは、えー、なかなか興味深い話題でした。えっ、ー、とこれはどんな話だったかと言いますと、復習をちょっとだけ言うと、ですねこれ長くなっちゃうんで、あれなんですけども、まあ,あの4回転アクセルをですね今回、羽生結弦選手がやった場合、うん。 やった場合ですよ、えー、ちなみにですね、まあ、4回転アクセルっていうのはまだ誰も成功させてはいません。あのジャンプは6つの種類がありまして、アクセルジャンプという種類のジャンプをまだ試合で成功させた選手はいないんですね。なので、非常にこれは決まった場合ものすごく、ものすごいことになるわけですね、はいで。羽生選手はこの4回転アクセルジャンプを日、えー、本を立つ前にですね、えー、完成させたんじゃないかというところで今盛り上がっているんですけれども、えー えー、まあそんな中、ですね4回転アクセルジャンプをですね、えー、後半にやっちゃえという、ね、ことだったんですよね、うんで。もしも4回転アクセルを転倒した場合は、その4回転アクセルが無効になっちゃうのかという話題でした。はいで、えー、答えはですね、まあ、4回転アクセルを回りきって転倒した場合は基礎点が12.5点からのマイナス6点ぐらいの減点ということなんですよね。うん、であのー まあ、ということで、まあ、転倒すると減点はされますが、無効にはなりません。もしもアクセルジャンプ、えすっこ抜けて0回転になっちゃった場合は、無効でしかも減点されますので、大きな減点になるんですけれどもね。はい。まあそういったお話でした。はい。えー、そして今回、4回転アクセルの基礎点ってルッツよりプラス5点でしたっけということでコメントをいただいているんですけれども、あのー、ちょっと間違ってたら申し訳ないです。大まかの点数を言いますとですね、えっと、下の方にも書いたので、ちょっと忘れちまったんで、えー、見てると、4回転アクセルは はですね基礎点が12.5点点ですはい、えー、基礎点というのはですねあのー、まあ、GOE の出来栄え点を除く基礎、まあの点数になります例えば4回転アクセルっていうジャンプをやったらまず12.5点が使、えーあのー、基礎点としてあるわけですねそこにジャッジが、えー、まプラス2とかプラス3とかをやって、えー、まああの4回転アクセルをきれいに決めた場合はまあ,あのこのようにね、えー、マイナスをつけたりとかプラスをつけたりとかきれいたりとか 汚いによって減点されたり加点されたりするっていうシステムなわけですね。はいでその点数が12.5点なんですね。はいで、えー、まあ、トリプルアクセルなんですけども、これは8点です、基礎点が。はいなので5点弱あ,のあるんですね。4回転アクセルとトリプルアクセルの、えー、点数の違いは5点なんですね。うん でこれ結構小さいかなと僕は思ってます、はい。4回転アクセルは難しいんで、えー、後で、えー、他の方もコメントされてますが、20点以上あってもしかるべきなんじゃないかなと僕はすごく思うんですね。それだけですね敵陣に突っ込んでいくようなアクセルジャンプの特質っていうのがありますね、はい。アクセルジャンプって車のアクセルのエンジンを踏むようなジャンプなんですよね。でこれはアクセルパウルゼンさんという方が作ったからアクセルっていう名前なんですけども、偶然にもですね、あのアクセルって車のアクセルを踏んね。 んだような感じで前に突っ込むんですよ。うん、なので、えー、非常に敵陣に突っ込んでいくような技ですので、こうあのアクセルの難しいところってあの前に敵がいるっていうのを分かってて突っ込んでいくんですよ。だから難しいんですね。ルッツとかクリップとかっていうのは敵が後ろにいるんですよ。 敵が後ろにいるだから敵が見えないから見えない敵に戦っていくっていう感じなんで恐怖が薄れます、はい。でもアクセルは前向きにジャンプを飛びます。前向きに飛ぶのって何で怖いのかと言いますと前に敵がいるから怖いんですよ。うん。前に敵がいるから敵に向かってこうやっつけていく。で、ジャンプの回転数が回れば回るほど敵というのはレベルが上がります。例えばトリプルアクセルでは、えー、まあ普通の敵だったのが4回転アクセルになってくるともうめちゃくちゃもうゴジラみたいなめっちゃ大きい巨大な 怪物になるわけけでですすねね、はいえー、ちょっとゴジラが古いんですけども、ね、僕、あんまりそういう時代とかっていうのがあんまりついてきてないっていうのがあるんですけど、まあ、そこは置いときまして、まあ、とりあえず、ねえー、回転数が上がれば上がるほど敵というものはあの強くなるんですねで、えー、4回転ルッツとかっていうのはた確かに敵は強くなりますけれども後ろ向きなんで敵を見ることはできませんつまり見えない敵に戦えるんですねだけどアクセルジャンプって見える敵なんですよ敵が前に見えてるんで前向きにジャンプを飛ぶという ということは見え,見える的にえしかも巨大,、えー、巨大化した、えー もう強靭化した敵にね、えー、前向きに突っ込んでいくっていう、そういったジャンプなんで、より難しさがすごく増すわけなんですね。はい。怪我をするリスクもすごく増します。えー、プルシェンコさんも頭に火柱が走るっていうふうにおっしゃってるぐらい、4回転アクセルっていうのは非常に危険なんですよね。リスクがあると。で、肩の外し、肩とかも外れやすかったりして、結構転倒した場合は、あの、危ないんですね。うん、なので、ファンの方もそれを知ってる方は、4回転アクセル挑戦、羽生選手のこだわりはあるけれども、 でもちょっとね、やめた方がいいんじゃないのっていう意見もわかるんですね。しかし、まあ、羽生選手は、やはりこだわりを貫くっていうことをしていくことで幸せを感じるっていうタイプの方だと思うんで、まあ、そこはね、やはり、じゃあ羽生選手がね、4回転アクセル挑戦したいなら、私たちはそれを応援するしかないっていう、そういったね、モチベーションなわけですね。はい話はかなりされてるんですけども、はいなので、あのー、トリプルアクセルと4回転アクセルっていうのは、ですねこのように5点差なんですね。はい でただです、ね、転倒した場合はアクセルは4点限定なのにアクセルジャンプは6点4回転アクセルは6点の限定になっちゃうんですよ。 うん、なので、減、え、点、ー、幅が、トリプルアクセルは4点、4回転アクセルは6点なんで、減点幅が大きくなってしまうっていうところも、少しこう、挑戦の難しさっていうところがあるわけですね。要は、4回転アクセルを、まあ、少しこう、失敗した場合にですけ転倒した場合は6点の減点になっちゃうんで、結構大きいんですよね。まあ、それでも、まあ、点数は無効にはなりませんが、まあ、シリアスエラーとか働いて、まあ、プログラムコンポーネンツに影響が出るよっていうところなんですよね。まあ、そういったお話でしたね。はい。なので、4回転アクセルの基礎点でルッチよりプラス5 いいいうところででははい、その通りりになりますね、はいえー、で20点は欲しい、その通りなんですよ。うん、その通りなんです。本当にね、まさしくそこなんですよね。20点欲しいですね。うん、4回転ルッツ、あ実はですね、あのルッツよりもっておっしゃってるんですけども、実はですね、あの、まあのまルッツジャンプっていうのは4回転アクセルジャンプによりも、あの簡単一つかつ簡単なんですよ。で、えー、まああのルッ、えー、っとちょっとじゃあ、書きますと、一番難しいのはアクセルなんですね。うん。 で次に難しいのは、えー、ルッツジャンプなんですよね。で、実はですね、4回転アクセルと4回転ルッツっていうのは、まずアクセルジャンプっていうのは、えー、0.5回転余分に回ります。だからそれもね、含めて難しいんですけども、それに加えて敵陣に突っ込んでいくようなジャンプなんで、より難しいんですよね。で、えー、4回転ルッツの基礎点が、確かね、11.5点だったかな。確か11.5点ですね。はい、間違ってたら申し訳ないです。でも、1点差であることは間違いありません。なので、そこをちょっとお話ししていきますね。えー、4回転アクセル では12.5点なんですよ。うん、なんで1 差しかないんですよアクセルとルッツって。これってめちゃくちゃ不公平なんですよ。<laughs> 本当に不公平で、まああの20点ぐらい本当、本当、マジで欲しいんですね、うん。マジで欲しいとこなんですよ。うん、なので、ちょっとね、あの4回転アクセルと4回,4回転アクセルの点数配分が僕も低いかなっていうふうに思いますね。うん、やはり0.5回転余分に回る4回転半ですからね。うん、4回転半の回転ですからね。だから、そういったところで少しこう難しさっていうのがあ,のあるので、点数上げてほしいなって。 いいいう気持ちが十分わかるかるなと思いますねはいえー、そして音楽との調和を、えー、重要視、えー、転倒したネ姉,、えー、姉さん君にはマイナス3、9マークしてない羽生くんにマイナス5など、今回のジャッジはルール無視のやり方でだったみたいですね、ということですね、まあ、ここについてはちょっとジャッジ分析を僕はまだ完全にやってないので、なんとも言えませんけれども、あの まあちょっとね、えー、いろいろあったみたいですね。ここは僕もあとで分析をしていって、えー、皆様に発表できればなと思っております。はいえーまあくまでも僕個人の、ね、一つの意見なので、えーまあ、僕の言ってることは、ね、全部合ってるっていうところではありませんし、そこはね、えー、ご了承していただきたいと思うんですけれどもね、ね、はいまあ、分析していこうかなとは思ってるんですけどもね。はいえー、そして今後、羽生君は4回転アクセル習得のために五輪、えー、も辞退して、えー、現役続行するのではないかというヤフコメに差もあり いいなんあり。 えー,ヤフーコメもありなとな、えー、といいいうふうに感じていましたということでこですね、ちょっとポイント。はい、えー、4回転アクセル習得のために五輪も辞退するっていうのはどう、本当なんですかね、ちょっとあれなんですけどもね。うん、まあ、本末転倒してるっていうところはあるのかなと思うんですが、まあ、羽生選手の夢というのを羽生くんの立場でちょっと考えてみるとですね、やはり4回転アクセルを決めるっていうのは、羽生選手のこだわりだと思うんですね、こだわり。うん、だと僕は思ってます。はいもしも、まあ、これもちょっと考えるのは難しいんですけども、も もし自分自身が羽生選手だとしたらですねやはり4回転アクセルを決めるまでは引退できないっていうそういった気持ちは強いと思いますねやっぱり、えー、あそこまでこう挑戦して、えー、やはりね年を例えば50歳とか、えー、60歳とかになった時にですねあああの時僕は4回転やってればよかったというふうに考えても今では遅いわけですよ今しかできないんですよねなので、えー、昔その 年を重ねてからですねあ、あの時4回転アクセルやってよかったなっていうふうに思えるような年齢を、まあ、年,年寄りになってからですね、そういうふうに考えることができるなら、やはり今、4回転アクセルをこう頑張っていきたいっていうのもあると思うんですよね。でもやっぱり一方で、やっぱり北京オリンピックっていうのはあの出たいと思うんですよね、やっぱ金メダルを目指したいっていうのはあると思うんですよね。なので、僕的にはですね、やはり羽生選手の中では、まあ、やはり、えー、年を重ねた時にですね、どういう思い出を作っていくのかと。 あのどういうあ、あの時ああいうようなあの思い出がいっぱいあるなとかっていう、そういった思い出作りですよね、思い出作り、人生って僕、思い出作りだと思ってるんですよね、うんまあ、そこはちょっとあんまり関係ないんですけどもね、なので、それを考えると、まあ、羽生選手が現役を引退して、年を重ねた時にですねやはりオリンピック出場っていうのは、これはしといてよかったなって思うはずなんですよね、なので、まあ、やはり、姉さんチェンが、ああいうパフォーマンスをしているだけに、ですね皆様も心配する方も非常に多いんですけども、でも羽生選手は、 やはり最後まで戦い続けていくんじゃないかなというふうにも思いますね。非常にこう戦って、自分の力はベストをめちゃくちゃ尽くして、それでもダメだった場合は、もう羽生選手としては納得いくと思うんですよ。うんまあ、もちろん非常に悔しい思いは残ると思いますね。でも、じゃあどっちがいいか、やらないか、それともやってダメだったか、やって成功したか、や,やれば成功する可能性っていうのがあるんですね。羽生選手は僕は可能性にかける選手だと思ってます。はいそれとこだわりですね。4回転アクセルというジャンプ特質のこだわり。誰もやって というだけじゃなくて、まあ、羽生選手はあのの、えー、自身のまあ,あの、えー、点数とか技術を超えたこだわりですね、そういったところも感じるんで、まあ姉さんチェンさんもです、ね、そういったところを羽生選手に、えー、尊敬していると、で羽生選手も姉さんチェンに尊敬している、この2人の関係って非常にねいいなというふうに僕は思いますね。はいちょっと全く関係ない話、べらべら話してしまったんですけども、まあ、そんな感じに、えー、僕は思ってますね。はい はい、えー、そして飯田さんいつも本当にありがとうございます、こんにちは、4回転アクセル、羽生選手飛んで、えー、試合で飛んでほしいですねということで、すねあのやっぱり試合で、ね、飛んでほしいなというところあると思うんですけどもね、はいえーまあ、羽生選手はどのようにやっていくのか気になります、えー、僕はですねぶっつけた北京オリンピックは4回転アクセルを回避して、えー、北京以降も現役を続けてい、えー、くという、そして4回転アクセルを挑戦していくっていうのがいいんじゃないかと、ちょっと若干頭の中では思ってはありましてるんですけどもね。 はいえー、本田武史氏がです、ね、テレビでおっしゃってましたが、4回転アクセル飛んだら20点は上げてほしいですよ。もうこれ、先ほどの、ねえー、方もおっしゃってましたが、20点必要です、うん。20点は必要ですね。もう僕はこれ、論理的に解説できると思います。まず今言ったゼロり、えー、0.5回転、半回転、他の4回転よりは大きいと。そして敵陣に突っ込んでいく。敵が前にいるような感じがする。だから怖い。だからもっと点数を上げてほしい。そういうふうに僕は思うの、ね、で、20点は全然超えてほしい。 4回転ルッツ4回転アクセルの点数が1点差っていうのはちょっと違うかなと僕は思いますねはい、えー、それくらい難しいのにとおっしゃってました、えーブ,ラえー、ブラウニング氏にしても羽生なら止めると思うが大怪我をするかもしれないとやっぱりリスクが大きいんですよ、うん、ただ羽生選手のことを皆さんがね想像するとですね皆さんがもし羽生選手だった場合っていうことを想像するといやー多分挑戦するだろうなやっぱ大きな怪我をするリスクはあるけどでも挑戦するだろうなっていうね、えー、そういう風に思う方結構多い いいいんじゃないかなかと思いますね、まあ、それくらい羽生選手はまあ非常にそのこだわりっていうところを追求するっていうところがまあ,あると思うんで、うん、リスクはあるけど挑戦するんじゃないかなって僕もちょっと思ってます。はいえー、それくらい難しい、えー、危険なジャンプなんですね。えー、羽生選手は得点とかでより飛ぶということにモチベーションを持ってくるとはそこです。そこなんですよね。だからまああの得点とか技術っていうところではなくて決めるとかね、えー、そういったところにやっぱりこだわりを持ってやっていくっていうのは 僕も思うので、まあ、羽生選手はが決めていくということだと思うんですけどもね。はいえー、とそんな感じですね。うん え続きまして、飯田様ですね。はい。以前、プルシェンコ氏が、日本スケート連盟が、ハニーを大切にすれば、オリンピック3連覇は可能だろうと、えー、全然大切にされてないんですね。えー、日本スケーレについては、忠ソワ氏も、良い感情を持っていません。日本スケート連盟の今回の待遇っていうのは、まあ、先ほども言った通り、えー、前足が出たときにですね、医師が帯同したかったりっていうところもあるしっていうところかと思うんですよね。まあ、なんですけども、まあ、これはね、ちょっと少ししょうがない部分もあるかなと僕は思ってます。 はい、というのもお金かなと思うんですよね。うん、やっぱりあのロシアン。 いやロシアとかっていうのはもちろんあの、まあ、ロシアですよねとか中国かな、まあ、そこはちょっとわかんないんですけど少なくともロシアに関してはフィギュアスケートにですねお,お金をすごくこう積んでてですね、まあ、出資っていうのがいろんなところからなされてるっていうのはあるんですよねなので潤沢な資金があると思うんですよね、まあ、なので日本は、まあ、スケートね高田馬の場のシチズンの氷のリンク僕も少しお世話になってましたけれどもそこでもですね、まあ、潰れてしまったりとか、えー、ちょっとやっぱりく厳しいんですよねスケートリンクの,あのスケート事情っていうのが羽生選手があそこまで勝ち したんだからもっと出資してほしいという気持ちはあるんですけれども、どうも日本のスポーツブームとして、日本のね考え方として、新型コロナの中に、ですねなんでおめえらスケートやってるんだっていう、そういうねムードなんですよね、ぶっちゃけ言うと。だから僕の中で、そういったところが選手としては、ですね皆さん、あのもうちょっとこう温かくしてほしいなってあるんですけれども、なんでこんな混沌としている世の中にスケートがどのコーナー言ってるんだっていう、そういった、ああのまあなんていうんですか。 風潮って根、ね、強いんですよね日本では。うん。逆に、あの海外とか見てみると、フィギュアスケートとかスポーツっていうイベントがですね、新型コロナを逆に、そのまあ、免疫がもう出てないわけですね。なので、皆さんの、まあ、元気とかね、そういったところをねつける上では非常にいいことだと僕は思ってるんですよ。うん。まあ、要は、まあ新型コロナだからこそ、逆にですね、イベントとかをやって、えー、皆さんの生きがいにつながるっていうのはあるじゃないですか。なので、まあ、羽生選手もこれまでさんすごいね、えー、すごいこう、経済に、日本経済に影響があるっていうのがありましたから、ね、 もうちょっとね、えー、日本のスケート連盟の出資っていうのはな、えー、された方がいいのかなって僕は思ったりもしますた。やっぱお金がないからできないっていうところが本音だと思うんですよね、僕は。なので、えーまあ、日本スケート連盟をこうすごく、ね、攻め続けるっていうのもできないっていうのは僕の感情にもなってきますね。はいえー、日本、えー、もっと選手を大切にしてほしいと長くファンは思っていますが、大切は全く変わりませんというところで、やっぱりね、えー、表面的なところだけを見ていると、なんかああ、なんで日本スケート連盟はどうのこうっていうのを。 あるかもしれませんが僕の中ではねやはりあの日本全体がその日本スケート界をあのやはりこう応援していけるかって言ったらまああのそこが、ね、ちょっと難しい部分になってくるんでちょっと残念な部分でもあるんですけどもねやっぱりファンの皆さんっていうのは生きがいになっていますよね、羽生選手。だからそれでコロナウイルスとかもなくなってくるっていうのがあるので、まあ、経済とか日本の、ね、活気っていうのをもたらしてくれますのでもっともっとね協力的にやっていったらいいのになって思うんですけどね羽生選手たちをこう応援したいで誰を応援するんだと。 思っちゃいますよね本当にね、もうそういったことは考えずにっていうところかもしれませんね。はい。弥生さん、私もそう思いますということですね。はい。えー、そして、えーえー、井田さんですね、常にスピード出身者が会長ですが、ああ、はいはいはい、そうですよね。うん、えー。フィギュア出身者が会長になれば、そこもかもですね、ちょっと僕は今、今ベラベラ話しちゃったんですが、あのスピードスケート出身者が会長っていうところですね、日本スケート連盟、あそこ関係あるかもですね。うん。そこ一つ関係あるかもですね。これフィギュア 好きな出身者会長になった方がいいかな。 うん、だってあの昔は確かにあのスピードスケートが強かったんで会長がスピードスケートですけども昔の体制は変わるべきだなと思いましたね。フィギュア出身者会長になると変わるかもあそれは確かにあるかもしれないですね、はい。特に真央さんの頃から連盟にはうんざりしてますと僕は浅田真央さんの、ねえー、頃からそんなにスケート連盟とかを見てたわけじゃないし今もそんなに気にしてはいないんですけれどもどうやらそういったところがあるのかもしれないですね。あこれは一つポイントですね、えー。スピード出身者会長であるかからもし,かし のフィギュアスケートの体制があるのかと、そういったところは一つこうポイントになってくるんじゃないかと思います。ちょっと面白い、ねえー、コメントをいただきました。 はいえー、続きまして、YM ・マーさん、こんにちは。羽生さんはフリーの前に全速発作を起こうしていたんですよ。えー、姉さんはそれを知っていたから、あんなに余裕のある顔をして演技ができたんですね。ここまた新しい発想でしたね。あの姉さんチェーンさんは、えー、まあ余裕であったと。今回ね何かわぬ顔で出場していたわけですね。はい、なんですけども、まあ、あのもう全然もう普通だから、別にみたいな、なんかすごいドヤ顔だったということなんですよね。うん、なんですが、それはいわゆる羽生選手が全速をね、 えまあフリーを始まる前に全速の姿を見ているから余裕があったんじゃないかというのをこれ一理あるかなと思いますね。これは新しい発想でございました。そして、えー 三木よ平田様、えー、平田三木よ様、えー、こんにちは、えー。前足がひどかったなら危険ができたけど、日本に3枠、えー、を取るためには引けなかったんだろうというところがあるかと思いますね。ただ僕の意見としては、今回、この、まあ、危険というよりはですね、3、あ、枠、のーまあ、を取るというよりはですね、やはり、あのー、羽生選手も、狩山選手の実力っていうのは、これはもう最近非常に感じていると思うんで、まああのー、そういった意味で3枠を取るということに関してはですね、狩、まあ、山選手と宇野昌磨選手の実力、これも ものすごいっていうのがある,あるので、まあ、多分ね羽生選手としては安心感っていうのはあったかと思いますね、まあ、僕がダメでも後のお2人はやってくれるんだろうっていう、まあ、そういった思いはあったかと思うんでどちらかといったらですね喘息、まあ、があ,のあるというよりは、まあ、ネイサン・チェンの、えー、実力がすごすぎたっていうところのストレスですね、まあ、ストレスになって喘息になってさらに全速になって、えー、まあジャンプが思うようにできずに練習でもうまくいかずになんでだろうって言ってストレスが溜まって喘息がさらに悪化してるのにねそういった あの悪循環悪ループになって。 っていた可能性が考えられますね、うん、はいまああのそういった日本に3枠を取るためにっていうところ責任感っていうところも非常にあったかと思いますけれどもねやはりいろんなことが偶然が重なってまあ前くがひどくなってしまったっていうところも考えられるかなと思いますねはい、えー、でも落ち着くところに落ち着いたんですよ結局はいかに応援して、えー、いてもいかに大好きでも相手は生身の人間良い時もあ、えー、やれば、えー、よくやる時もあるということ本当にその通りだとそこですよねもう感動をもらった といううとところでで本当に十分かと思うんですけどもねはい、えー、いつも言ってますがまあ全ての大会が次の大会のためになってしまっているっていうところがやっぱりあって今回の世界選手権も世界選手権の1つとして楽しむだけじゃなくて3、えー、枠、次のオリンピックのためになっているというところがやっぱりあるわけですね。だからまあ常に、えー、選手っていうのは次へ次へというところ、まあ、これはスポーツ選手としては当たり前かもしれませんがちょっとねたまには有意義な時間っていうのを、ねえー、持つということも大事かなと思います。だからこそ皆さんエキシビル で花に咲くは見てですね感動ができる、涙が出るっていうところになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、えー、そして、それでも羽生選手は世界選手権のメダル数は金、銀、銅と3勝全部いったいくぞていうんだと、えー、姉さんはもうあと数年すれば追われて落とされるそれがスポーツなんだからしょうがないでしょ、えー、姉さんチームはです、ね、もうあの北京オリンピック終わった後医者になるみたいな感じのところにいくら、医者になるっていう,、ね、ていう方面でいくらしいんですよね。 えーまあ、もしかしたら、えー、金を取って引退するみたいな感じになるのかもしれないですけれどもね。はに、いえー、羽生くんはでもあと23年はやめようと思いますよ。滑るの大好きなもの。ショーだけじゃ満足しない僕もその通りですね。僕はぶっちゃけます。40歳まで続けてほしいと思ってるんですよ。うんえー、ぶっちゃけ北京オリンピックでは金メダルを取りつつですね、まあ、4回転アクセルはですね、えー、北京オリンピックやった後にグランプリシリーズとかでやっていきましょうと。でなんだかんだで次のオリンピックも出ちゃうみたいな。 そういうね、えー、スタンスをちょっと考えてもしてます。はいまあ、長く続けられるスポーツであることが証明できればなと。うん、やっぱりそのあのフィギュアステートっていうのは女子を見てるとあれなんですけれども、火を見るより明らかなんですけれども、やっぱ長く、ね、続けることが難しいですよね。そんな中、鈴木亜希子さんはね、30歳で、あのー、ね、 30歳だったかな、30歳までね、前後で、ソチオリンピックも出場したりとか、すごかったですよね。だから、まあ、男子もですねできなくはないと思うんですよね。まあ、今回も32歳で出場してる選手いたりしましたんで、まああのーまあ、結構ね、えー、そういった意味で、まあ、もっともっとあの現役が長く続け,続けられるようなスポーツになっていけばいいなって思うんですけども、やっぱり怪我をしやすいとかね、体が細い方がいいとかっていうところがあったりするんで、まあ、ちょっとね、まあ、難しいってあるんですけども、羽生選手、どこまでフィギュアスケート とかを変えることができるかそこを注目していきたいと思いますねはい、えー、そしてトークガールさんいつもありがとうございますこんばんは株、えー、ん詳しい解説ありがとうございますあの4回転アクセル転倒、えー、挑戦したどうかっていうところあれねもうちょっと僕はあのー、このボードを書いて、えー、図解解説とかしたらわかりやすいかなと思ったんでもうちょっとねあそこをテーマにしてボードでお話ししていこうかなと思ってますはい私の疑問にきちんと答えてくださりそのご誠実さんにとても感謝していますと たくさんののが採点に変わっているのですね、えー、カブ君あなたの教えてくださったことを何回も聞いてゆっくり理解しようとします。思いますやはりね、あのー、早口になっちゃう部分があって分かりづらい場合も結構あるので、まあ、やっぱりね、ボードでその解説して分かりやすいようにね、えー、今度改めて解説していこうかなとも思ってます。はいえー、フリーの採点では、プログラムコンポーネンツが2倍に、そうなんですよ、そこなんですよ。だからね、あのー、ショートでは例えば43点、えー、40 40点。 だとしましまょうこれがねでもこれがですねあのフリーになっちゃうとあの80点と86点で6点差になっちゃうんですよね。そう ショートでは3点差だったのがフリーでは6点差になるんですよ。だからフリープログラムではですね、本当プログラムコンポーネンツが高い選手がか,かなりこう、ねえー、まあ上に行きやすいっていうのはここが由来なんですよね。なので、えー、プログラムコンポーネンツで例えばあのジャンプを転倒したりしてシリアスエラーとかになってあのプログラムコンポーネンツの点数が抑えられちゃうと結構痛いんですよ。で、今度ね、僕ボードを使ってお話ししようと思うんですけども、えー、シリアスエラーを使った場合、点々の割合、これはどうなるのか、そこをあのお話ししていこうと思います。これは、ね 今から話すともうね、えー、34時間もうあっという間に過ぎちゃうんで、えー、こんなに早くして話をしててもそれでも無理なんでちょっとね、えー、頭がこんがらがうと思いますしここはですねあの次回以降ちょっとお話ししていきますねはい、えー、流れが中断される伝統の伝点灯の点々そうなんですそこなんですこれはですね奥が深いジャッジもついていけてないんじゃないかなで僕も全然ついていけてないんでちょっと勉強してやっていきたいと思いますはい、えー、本当に親切丁寧な説明をありがとうございます今後もね分かり やすい解説を心がけようと思うんですけれどもね。はい。 え続きまして、えー、日高様ですね、えー、日高由美子様こんにちは、えー、ピョンチャンオリンピックの時レネイサン・チェンがフリーで点数稼ぎをするため、4回転5回飛んで以来、えー、本来フィギュアスケートの趣旨、これは変わってきたような気がします。えー、フィギュアジャンプ、フィギュア、えー、ジャンプ大会に今、男女ともになっていて、やはりこれは規定を定めるべきだと思います。えー、やはりこう、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプってなっているのは確かなことですよね。でこれはアダム・リッポンさん やヨーロッパの選手たちも言ってはいるんですけれども、ただやっぱり4回転、まああのジャンプの回転速度を回転数回回転転数数ですね回転数を増やすことによってフィギュアスケートが美しいかとかね、それから美しさっていうのは基準がやっぱり違うと思っていくんですよ。なので、まああの技術のレベルが上がると逆にこう美しさが増すっていうのもあるので、そことのバランスですよね、こうバレーのように綺麗に演技をして、ジャンプは控えるっていうところを美しさが見せるのか、それともですね、ジャンプの 回転数やかあのジャンプの難しいジャンプバンバン飛ぶことによって逆にその難しいことやっているから美しく感じるっていうねその2つのバランスっていうのがあるわけですね例えばバンクーバーオリンピックの時は、えー、3回転ジャンプもう本当10年まだの10年前の話なんですけどもまああのエヴァン・ライスというかです、ね、4回転ジャンプを飛ばないにして金メダル取ったわけですねそこから皆さんなんでトリプルジャンプだけでてあの、ね、メダルが取れるんだよおかしいってなって、えー、フィギュアスケート界が4回転時代になってきたっていうそういったあの、まあ、歴史 があるわけなんですね今度4回転ジャンプをバンバン飛びまくったらですねその暁にはですね今度は逆にあのジャンプをね控えていった方がいいんじゃないかっていうふうに言われてますねなので今後どのようになっていくのかっていうところが鍵になってってえジャッジも ISU も選手の皆さんもどのように歴史の教科書に、えー、名をね名、まあ、ていうかそのえっ、ー、となんだ教,教科書を作っていくのかっていうところがまあ、面白くなっていくな本当に面白くなっていくんですけどやってる本人たちはですねめちゃくちゃね大変ですので、まあ、見て る側としてはですねフィギュア大会、ジャンプ大会になってつまらなくなってしまったという、ね、意見はあるんですけれども、まあ、見ている人たちはですねそこもね逆に面白がっていくっていうところも、一つねフィギュアスケートの醍醐味になってくるんじゃないかなとは思いますね。はい、えー、女子の4回転ははっきり言って綺麗じゃないです。す、え、べ、ー、ての4要素にある意味、フリーもある一定のジャンプ回数など決めていかないとジャンプ大会になってつまらないです。一応、ですねあのフリースケーティングも今、男子も女子もですね 7, つの、えー、7本のジャンプなんですね。はい、うん 一応、規定っていうのはあるんですよ。7本のジャンプをやります。で、重複とかはね、えー、3回以上重複しないとかっていう結構ルールっていうのは厳しくなってたりもするんですね。なので、まあ、一応ですね、あのフリースケーティングではジャンプの回,、えー、回数とかは決まってたりはしているので、そこはね、ありますね。はい。えーまあ、ショートブログラムは3本、フリースケーティングは7本ということで、コンビネーションジャンプも一定やらなければいけないというルールになってるので、結構ルールは厳しかったりするんですよね。そんな中で、まあ、マキシマムな演技をしていると。4回転アクセルやられたらですね、もうジャッジの のえー、ルールのもう範囲を超えてくるっていうのがあるので、もう次はもう5回転になっちゃうわけですね。5回転っていうのはまだ基礎点っていうのはありませんので、えー、まあ,あのこれをあの IS はどう判断していくかっていうところが今後ね、えー、フィギュアスケートの進化にかわってくるんじゃないかと思ってるんですね。はい。えーまあ、あのジャンプ大会なのかジャンプ そこですよね、まあ。ジャンプを決める回転数を増やすことによって、まあ、美しさなのか、それとも、えー、ジャンプは控えて、えー、全体的な演技を綺麗にしていくかというところがあるわけで、今の女子のですね、えー、アンナ・シェル,ルバカワさんとかカミラ・バリレワさんとか見ていると、ジャンプだけじゃなくて、スピンの、例えばキャンドルスピン、これはビールマンスピンの、えーまあ、要はこうワイングラスのようなスピンですね、こっちに頭があって、こっちに足があって、足をこういうふうに押さえて、ビールマンスピンカーですね、もう本当にこうビールマンではなくて、もう 一本,一本の鉛筆のようになっちゃう。もうこの足がもうブワーって上まで行って、キャンドル。キャンドルスピンみたいになってるんですよね。キャンドルスピン。もうスピンもやばいんですよ。もう柔軟性もサイボーグなんですよね。一体全体サイボーグの技をすれば美しいと言われるのか、それとも美しさとは何か、そこに答えがあるかと思いますね。フィギュアスケートにおける美しさとは何か、これ大きなテーマになってくると思いますね。はい。これはもう論文書いた方がいいんじゃないですかね。うん。なぜかがこう論文を書いていくっていうところが一つ面白いテーマかと。えー フィギュアスケートの美しさとは何かそれは技術なのかそれともバレー的な動きなのかそこをね、えー、研究していくっていうのはこれかなり面白いテーマになってくると思いますねはい、えー、ゆずるくんが引退したらフィギュアスケートは人気また低迷すると思いますいやそこにねちょっとあのフィギュアスケートの、えー、あれがあるとだから僕はね40歳までね続けるんじゃないかっていうのは希望で言ってるんですけどもねこれねいやーそうかもしれないですぶっちゃけたあとうん今の現役世界フィギュアスケートランキングの、えー、続きこちらですねうん 顔ぶれも、えー、羽生選手が引退したらフィギュアスケートやめていくような気がします。えー、ネイサン・チェン選手みたいなジャンプ回転で点数稼ぎするフィギュアスケートは誰も見ないと思います。ということでですね、えー、なんですよね、はい、国際フィギュアスケート連盟も反転の仕方を来年の北京オリンピック以降変えた方がいいかと思います。まあ、これをどうしていいかということですよね。うんまあ、技術やあのジャンプの回転数も上げてそれも素晴らしいと言いつつ美しさも競っていくみたいなところがあるかなと思うんですが、まあ、これはね、もう論文 を書いてい。 で結論を出していかなきゃいけないんで今ここで答えを言うのは難しいと思うんで、えー、ちょっと僕もねこれは考えながら、えー、動画を今後次回以降作っていこうかなと思うんですがやっぱりねここがかなり大きなテーマかと思い,思いますねもう壮大なテーマになってくるんで、えー、これはね理論とかやっていきたいですねはい譲、えー、る君の目標は彼が目標を達成するまでは応援していきますまあ4回転アクセル北京オリンピックの3連覇とかってなってくると思うんですけども羽生選手のね思いまあ、今回もいろいろこうね、えー、まあおっしゃってますけど けれどもまあそういった、あの羽生選手をおっしゃってますけれども、まあ、それはどこまでね、えー、羽生選手のまあ本心なのかっていうところも気になってあってますね。はい。えー、国際フィギュアスケート連盟ジャッジの買収ぐらい、<laughs> 素人レベルでも分かる、もうこのね、買収に関してはね、ちょっと僕はあのなかなかね、難しいテーマだと思うんで、はい、えー。そんなことですね。まあ、あのーまあ、ロシアのね、えー、ジャッジ、ロシアがまあ少しこう、まあ、かなりね、仕、え、切、ー、ってんのかなっていう感じはあるんで、まあ、そこはね、えー、まあ、お金かな、うん、まあ、関係あるかな、ちょっとね。 まあ、関係ないとも言い切れないしだからといってじゃあ関係あるかって言ったらちょっと分かんないんでまあうんうんうんっていう感じで押さえていこうと思います、はいえー、続きましてゆいの野彩さん、えー、こんばんは4回転が人類で、えー、空中で回れる限界なのでは重力に逆らえないということですねもう物理の法則はもう超えてきているというところで限界なんですよねもう人間ではなくなってきているというところなんですねうっあの地球の重力が少し変わったのかなって思っちゃうぐらいなんですよ よね、うんもしかしたら、えー、重力加速度っていうのが変わってきたのかな うん、まあ、全然そこはあれなんですけどはいえ続きまして岩田様こんばんはカンファレンスで確かに姉さんに対してえ羽生選手は幸運が来ることを願うという発言してましたこれ非常に意味深でこれは意味が深いですね、えー、これはどうのような意味があるのかファンの皆様ね心配もされるし僕もちょっとえっえっていうね引退をちょっと考えてるのかなって思ってしまうくらいのあれでしたねはい、まあ、これによってまたメディアも大騒ぎしてるんじゃないかと思いますね、はい、羽生選手 選手は北京オリンピックに関して何もコメントはしていません。ぴょんちゃんの優勝記者会見の時に気になる発言がありました。 はいえー、メダルを取れて嬉しい、これで満足できた、これからは4回転アクセルのためにスケートを続けるつもりです。ということはやはり4回転アクセルのためにやっていくのかなと思うんですが、やっぱり、ね、ここまで来ちゃうと、えーまあ、あの確かにこう、ね、その時はです、ね、ピョンチャンオリンピックの後はこういうふうに思っていたかもしれないけど、ここまで来るとやはり、ね、やっぱり姉さんに勝したいなという思いはあるんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、安安倍倍首相と話した時も、えー、安倍晋三さんが3連覇目指す のかなと羽生選手にいませんっていうふうにおっしゃったんですね。やっぱりね、ものすごいね、ピョンチャンも努力、苦労したんですよ。だから、あのあの時ね、あの苦労をしたから、もう今はね、考えられないっていう、あの羽生選手の言葉、非常に重いと思いますね。うん、あの言葉は非常に重いかなと、うん、やっぱりそれだけ羽生選手やってきた。もしもあそこで、いや、もう次のオリンピックを目指しますって言ったら、やっぱりね、えー、まあ、そういったことも考えられますけども、まあ、ここで今は考えられませんっていうことは、やはりそれだけの苦労があったんだなっていう。 とところが裏に、ね、あるかと思うんですよね、はい、なので、北京オリンピックは考えていないのかもしれません。うん。えー、羽生選手は、姉さんをリスペクトしています。姉さんに頑張ってもらいたくて、あの言葉が出たと思います。やはり今回も、今回の世界選手権っていうのは、そこがテーマになってると思うんですよね。羽生選手と姉さんチェーンの、えー、尊敬し合う姿、そこは本当に垣間見れて、皆様本当にホカホカだったんじゃないかと思いますね、えーあの。お互いも尊敬し合ってるっていうところが、スポーツマンとして非常に、えー、いい だと僕は思いました羽生選手は4回転アクセルを最初の成功者になることしか今考えていないようですということなんですけどもね、はい、まあ,あの4回転アクセルも成功してじ、まあ、北京でねイサンチェーンを下したいっていうのも年々ねピョンチャンオリンピックであの言葉が出てたとはいえですねやはりここまで来るとあともう一歩金メダル欲しいっていうところにやっぱり出てくるんじゃないかと思いますね。はい え続きまして、えー、花のか様でいいのかな花のか様花かのか様です。もしかしたらちょっとね、名前はあれなんですけども、えー、分かんないんですけども、ぜ、え、ん、ー、あったのですね、えー、羽生選手のことなんですけども、ショート終わってからのインタビューで、演技直後でマスクもしていたとは言えない、いつもよりかなり息が上がって苦しそうだったので、ここ皆さんもおっしゃってますよね。やはり、まあ、演技直後でマスクをさせるのはちょっとね、辛いんじゃないかと思うんですよね。まあ,あの羽生選手ですので、やはりみんながやってるから、僕もやんなければいけないから、弱音は吐かないって言う ところがやはり皆さんのファンとしては心配になってくる要素になってきますね。あのマスクをしてさらにインタビューっていうのはきついですね。はい。えー、大丈夫と思っていました。いろんないろと重なってしまったんですね。でも本当にそろそろ肩の力を抜いて、えー、もっと気楽にスケートを楽しんでのびのびやってほしいですということですね。はい。ここをちょっとマーカー引きますね。はい。あのですね、えー、ここなんですよポイントそこなんですよ。そろそろ肩の力を抜いてもっと気楽にのびのびとスケートを楽しんでもらいたいですねっていうところですがこれを 今度やるとです、ね、今度逆にううまくいっちゃうんですよね、うん、あのフィギュア,アスケートって、えー、目指そうあの、これスポーツとかすべてのことに入れると思うんですけども、僕は勉強が嫌いなんで、勉強のことを言う権利ないんですけども、あの勉強とかも力を抜いて勉強をすると頭に入りやすいじゃないですか。<laughs> そういうのはありますよね。力を抜くことによって、えー、なんかこの仕事もですね、仕事も一番最初の仕事とかアルバイトする時もですね、なんかこう、気負いせずにやりましょうってなって気持ちをこうゆ緩やかにすると逆にこう、仕事がうまくいくみたいなことがあるんで、今度逆に気楽に、のみのみ スケートをし始めたらあれうまくいっちゃったやべえ4回転アクセル決まっちゃったみたいなことになってやべえ終え試合でもできるかなってなって、えー、試合に行っちゃうみたいなそういったこともあるんでことのバランス難しいと思うんですけどもね、うんまあ、でもこうやっぱり羽生選手のここまでの努力っていうのはあって、えー、苦労とかもあったんで気楽に伸び伸びとスケートをしてほしいっていうファンの気持ちこれ非常に分かる部分あるんで、まあ、羽生選手もやはりそろそろね伸、えー、び伸びとスケートをしつつですね、あのー、やっていっていくと逆にねうまくいって ちゃうんじゃないかなと思いますね。はい。 はい、というわけで皆様のコメントをいただきました、このようにコメントを返していきたいと思いますね。で、あのー、一つ一つね、あのー、4回転アクセルについてのところとか、やっぱボードを使って説明していきたいと思いますので、次回以降、ちょっと、えー、まあね、えー、こうテーマにしてやっていこうと思います。あと、美しいところ、2つですね、えー、4回転アクセルについてと、あと、美しさ、フィギュアスケートとは何が美しいのかっていうところですね、それに、この2つをちょっとね、えー、テーマにしてお話ししていこうと思います。まあ、かなり難しいテーマになってく んですけども、まあ、僕なりにちょっと解説できたなと思っております。はい、というわけで皆様コメントしていただきましてありがとうございます。終わりにしていたきたと思います。